みです。というわけで今日はガレージチェック、みんながねずっと多分見たがってた夢のドリームガレージを今日はご紹介したいなと思います。行きましょう。入り口で、これおなじみのフレックスドリームのハイエースです。で、こっちには、ショーのセットやな。渋谷忍者のチームのショーのセットが置いてあって、このマットレスはね、昔勇気をバックリッパー作ってくれたマットレスになります。まあ、こんな感じでセット置いてて、で、ここが DIY。これめちゃくちゃ DIY するから、今から見せるガレージも自分で作ってんけど、まあ、それ以外にもなんかショーのセット作ったりとか、なんか家のこまごました家具作ったりとか、そういうの全部ここでやってます、っていうのはまあサクッと終わらしてね、結局みんな見たいのはこの中でしょ知ってます。なので見せます。いいんですか。いいです。あ、ちなみにこれハンドルですハンドルの取っ手にしました。じゃあみんな見せちゃいますね。これがガレージです。やばくない？やばい、多分これ以上ない。ドリームハウス夢叶えてしまいましたこれが俺のガレージです。ちょっとまだこっち座んといてください。多分みんなこっち見たいと思うけど、一応こっちも紹介しとくわこっちがキャンプ系の道具。これキャンプめっちゃ好きやから、テント置いたり調理器具置いたり、イエティポータブル電源置いたり、あと、これが飛行機乗せるときに使うデュッシュバッグのバイクバッグとか、あとここにヒッチ、ハイエースの後ろにチャリンコ2台ぐらい詰めるこのヒッチ置いてたりっていうのが、まあこのキャンプスペース でこっちはもう DIY、 こういうドリル系とかなんかめちゃめちゃいろんな種類、めちゃくちゃある。多分世界中の穴全部開けるコンクリート木材と、もういろんな種類いるから、そう、っていうのがあったり、まあ、塗装っていう系の塗料があったり、テープとか、うん。で、あと、なんか、長靴とか、雪山でスノースクートもするからさ、スクート用のブーツとか、あとは、これもあれやな、うちの奥さんがスキーするんで、そのスキーを置いてたり、俺がこのフィッシャーマンになるための森を置いてたり。っていうのがこのスペースかな。めっちゃいい。もうここだけでもなんか好きそうな人いますよね。そうで、これは今回開けません絶対みんな見たいと思うけど、ちょっとまだ、もうちょっと待ってください。そうですね、多分次のビデオとかで開けると思うんで、うん、一旦これは見なかったことにしてください。はい、進めてくださいで、こちらですね。こちらが、くつろぎスペースになります。なんで普段普通にここでなんかゆっくりしながらなんかスマホいじったり、友達となんかお酒飲んだり、なんかほんま昼寝もできるし、すごいチルな感じで。あ、そう、これがカメラマンの直樹といつ出会って5年前ぐらいになんか出会って、割とすぐ出会ってすぐぐらいにしたセッションで、これ伝説の一枚で、渋谷のど真ん中のスクランブル交差点で俺が、これもう CG じゃないっすよ、これガチでこの上でジャックナイフしてんねんけど、めちゃくちゃやばいことやってんのに誰も見てないっていう奇跡こんなことある？多分日常でもっとすごいこと見てんでしょうね。多分みんな刺激的な人生を送りすぎてて俺ぐらいでは全然見向きもしてくれへんねんけどめっちゃ好きでこの写真うん、めっちゃ。これここに飾ってます、はい、で、
あ、これあれやな、これさっき言ってたあのショーの忍者ゲームズっていう名古屋でやってるショーのポスターで、で、俺と緑と樹、そうで、大輔、この5人プラスで、今実は勇気がカメラマンしてるえい、これ勇気もあのショーに出てたりとか、めちゃくちゃ面白いイベントなんで、ぜひみんなまた見に来てください、うん、はい、見に来てください。で、これこれあの皆さんご存知あれです1週間前まで僕のここに入ってたやつですなんかツイッターとかでこれ使い道にどれがいいっすかねみたいなんで募集していろんないいアイデアあってんけど、まあ、最終的にこの樽を開けるのに引っかかりがなかったから取ってしました世界一高級の取って、結構でかいのついてましたね。かなりでかいよな、7センチぐらいあるのしかもこれチタンやから、うん、多分この倉庫の中にある一番いい金属、これこれです、思い出で、こっちがあれっすね、在庫、自転車屋さん始めようと思って自転車屋さん意識してかけました。で、上から SQ ラボのパーツとで、マックオフのディスクガードとかシーラントとか、あとはあれやね、まあ、シマノのブレーキ系のスペアと、ローターめっちゃ曲げるからさ、やっぱストトラ、うんうん、ローターはもう必須かな、こんだけの量、うん、で、パッドもやっぱオイルついたりしたらダメになっちゃうことあるから、うんうん、かなりストックして、で、こっちはあれ、タイヤ、ポンチの最近出た新しいタイヤのスペアかな、うん、これ結構いっぱい今回また多分今まであったラインナップを全部一新して、うん、新しいこのブロックパターンとかコンパウンドになって軽さも軽くなったりしてるから、うん、これはかなり要チェック。そうなんですね、うん、でこっちあれ自分の身を守るためのマジかそういう時代が、日本もそういう時代やから、もうその下のあれラジコンみたいに気になるっすね。あ、これこれあれ GoPro の9のローンチイベントで、うん、ここに GoPro つけて走らせてたやつを、うんうんうん、もういらんっていうからもらってきたって感じ。いえ、めちゃめちゃ、うん、これめっちゃ走るから、ね、でこれあの多分10歳でも持てる銃やから、これ、10歳以上の銃とか、まあ、ガス銃とかもあるけど、うん、ほら対象年齢10歳だ。本当書いてある安心してください、まあ、日本は安全です、はい、っていう、まあ、うん、たまにあのサバゲーとか行くから、うん、それの銃ですね、これが。なるほど、はい、で、こちらがあれですね、ホイール系のストック、これ、ポンチのストトラ用のタイヤで、まあ、劣化専用にちょっと巻いてて、はいはい、で、インダストリーのマウンテンのカーボンホイール、やっぱり俺らみたいにあのストリートで結構ガンガン階段着地とかさ、硬いところにバーンってホイール当てるとたまに大破したりするから、うん、一応スペア持ってんねんけど、でもね、あのスペア持ってんねんけど実際使ったことがなくて全然壊れへんねんな。なんかずっとここにかかってます。そうやねん、あの良くも悪くもずっとかかってて今使ってるホイールももう1年ぐらい使ってるやつとかも全く触れへんし全く潰れへんから、うん、結果的にはまあ使わずディスプレイとなってる、うん、超高級ホイールですね、はい、でこれがあの伝説のクギタイヤこれあれ、あのこれ何本空いてるんでしたっけ。ね、これがね、400本だからタイヤ1本あたり200本で計400本、これ自分で売ってん、しかもやばっ、自分であのさっきの DIY のインパクトで全部売って、うん、で、これあのレッドブルの氷の街でトライアルするみたいな企画で、はい、氷の上だとやっぱりどんだけこのゴムが柔らかくても全然グリップせんくて、ほんまに、うん、もう
フロント上げるだけでもスリップするぐらいの感じだったから、もうこれビス打ちまくってで撮影臨んで、でまあやったっていう感じで、でも正直ね、あのこれでもまだ滑る全然、あともう100本ずつぐらいやらんと、たら全然無理、すごい、しかもめっちゃ重なるし、うん、打てば打つほどこれ1本100あ 1g か知らんけど、うん、それでも 1g やったとしても 200g これでホイール重なる、ね、前後で 400g 重なるってやばくない、考えられないです、ホイール400が結構やばくないやばいです、だからバックフリップとかも全然なんかフィーリングが違くて、うん、ゆっくり回る感じで、おーやばいと思いながら、まあ、なんとかいけたけど、っていう思い出のタイヤで、まあ、誰か使いたい人おったらいつでも貸してあげる雪山って感じかな。あ、こっちこっち、これこれこれ、これが俺がトライアルのレース出てた時に使ってたバイクで、うん、多分みんなあんま馴染みないと思うけど、サドルがない、はいはい、もうガチ競技用バイク、これで、2016年と2017年かなにチャンピオン取って、はいはい、でそっからはもう今ちょっとほこりかぶっちゃってるけど、うん、なんかまたこれストリート用にして乗りたいなと思って、うん、おーめっちゃ面白い、そうブレーキとかもさ、もう中通しにして、はいはい、フロントディスクブレーキにして、うん、なんかストリート遊びできたらおもろいな、そうですね、今置いてます、はい、これはキャニオン の, あのジュニア用のバイクね、275やけどホイールベース短くて、ジュニアも乗れるみたいな、あ、そうで、これがあれや、チャンピオンジャージ2016-17の優勝した人だけがもらえる一応ジャージ、うん、ただこれも見て分かる通りめちゃくちゃちっちゃくてさ表彰台でもこうやったらもうここら辺までへそ出まくってて女子高生みたいな、そうそうそうだからなかなかあの写真見返すと笑ってませんけど、これがチャンピオンのメダルで、だからこれがあれや、忍者ゲームズ、さっき言ってた忍者ゲームズの第1回は実はこれ大会やって、うん、その時に、優勝した時のメダルやな、うん、俺が主催して俺が優勝したからしかも、うん、ちゃんとフェアにやって優勝した大会 で、もう一回なんか今ライダー増えてきたから、 そうです、そろそろもう一回大会主催するタイミングかなと思って、うん、うん、今度は勝てるか分からんけど、ちょっとめちゃくちゃ面白そうやからちょっともうすぐしたら多分やります、はい、でこちらが夢の国です、通称ディズニーランドです、やばいよな、チャリの数いまだにやばいと思うわこれやば、もうだって正直これ以上欲しいバイクないもん確かに何欲しいって言われてももうあ、全部あるんで大丈夫ですこれですよ、一応さっきこっちから紹介しようか、うん、これがあの皆さん大好きレッドブルの冷蔵庫、飲み放題です、最高っすね、うん、うまいです今日も、でこれが、まあ、今も乗ってんねんけど、初めてキャニオンに作ってもらったカスタムペイントバイクで、うん、なかなかボロいけどでもめちゃくちゃタップやったな、うん、結構乗ってましたよね、結構もう1年以上乗った、カーボンで1年以上乗ったから、すごいですね、しかも週3、4とかで乗ってたから、うん、あのハードライディングで、そうぶん投げまくったしかなり痛いことしてたけど、うん、全然乗れた、すごい、で、ここら辺がまあ工具でこれがあれこれ皆さんご存知、あのあやとさんの、あ、電話番号、あ、あ、あ、やばい、ちょっとモザイクかけておきますまあ、あやとが俺の家に来て営業してきた時にで、これが、あ、いいのあれや、ここが俺の自転車の博物館です、いっちゃん下から最初に乗ったわけ、これ2004年の5月23日やから
俺が12歳の誕生日に、そっかそっか、買ってもらったバイクがこのコックス、伝説の、今はもう多分なくなっちゃったブランドなんですけど、その当時では多分トップブランドで、コックスのレベルボスっていうバイクに乗ってました。でそこからまあ何年かして今度20インチから26インチに乗り換えて、でその時乗ってたのがこのまたコックスの、今度はスカイっていうバイクで、これかなり思い出があって、あの初めてバイクのサポートをもらったのがこれ。で世界戦アフリカも行った、これですごい、結構綺麗ですね。綺麗やけど、まあ、下はボコボコなんちゃうかな、こことかもかなりボコボコで多分これアフリカの時に丸太に押したあのあ、ほんとだ、丸太のへこみやねんけど、すごいアフリカのへこみが残ってますなるほど。でその後にこのエクリプスっていうあのバイクに乗ったりとか、多分このバイクに乗ってる時に勇気と出会った。あ、そうですね、俺がこのチャリでショーしてる時に見に来てくれて、そうそう、だからあれが何年前やろな、8年前、8年前ぐらいですね。やばい、うん、で、この時ぐらいからストリートに徐々にもうシフトしてて、ほんで乗ってたのがこのオゾニスの、これはね、実はね発売せんかったバイク、幻のバイクで、でもよく見たらみんな分かる人は分かると思うんだけど、これ忍者ライダーで使ってたフレーム、ここのあの青いロゴとかを全部黒いテープで消しちゃって、そう、それで忍者ライダーでずっと1年ぐらい乗ってたバイク、結局でもなんでか分からんけどもう発売されることはなくて、サポートライダーだけが乗ってたバイク、でその後に乗ったのがこのインスパのアーケード、これめっちゃいいバイクで、あの黒森で作られた、まあ、かなり重たくはあってんけど、合成とか黒森特有のしなりとかはまあかなり気持ちよくて、これでライドトゥサバイブ、はいはい、無人島で生き延びたあのフレームがこれ、行き着いたバイクなんですね。そう、でもこれも海とかでさフリップするときにさ海水にさ、そっかそっか、何回も沈めてて多分中の方とかは結構錆びてんねんけど、でもなんとかその撮影は持ちこたえてくれた伝説のバイクです、はい、で今まあここになると、今のやつが、そう、今後どんどん増やしてさここにさこう飾っていきたいなと思って、いやーいいっすね、そう、ここら辺まで行きたいな、トライアルバイクあと4台ぐらい、うん、うん、っていう感じですね、はい、でこれがあれ、整備スペースで、これまあトピークのスタンドやねんけど、これめっちゃ良くて重さ測れんねんな、これ、測ってみよっか、なんかよいしょ、13.9、 13.9 ぐらい、14キロいかんぐらいな、軽っ、いいバイク、これがトレイルのスペクトラルっていうバイクで、山の下りっちゅうよりは、まあ、トリックとか、ストリートでトライアルっぽいことするときに使ってるバイク、ほんでこの上がセンダーっていう、まあ、ザ・ダウンヒルバイクやな、ダブルクラウンで、で、一番この中で激しい下りに耐えれるバイクかな、下りの安定感もやばい、マシンって感じですね、なんか多分同じ下りをこいつで走るのとこいつで走るのではもう同じ人が乗ってもタイムが全然違うし、なんか体へのストレスもほぼゼロ、どんだけ言われててもフィーンっていけちゃうから、なんかねいい意味で思んない普通のところは、これでビッグジャンプとか
すればもうこれしかできやんねんけど、普通の砂利道とかはもう簡単に行けすぎちゃって逆に面白くないぐらいのすごいバイク、うん、めっちゃ好きで、じゃあこっちから紹介しようかな。この上があの今市販されてるキャニオンのスティッチトライアル、ほんまにこれは、市販と同じスペックかな、ペダルだけは自分のつけてるけど、なんであの俺が練習行く時とかイベント行く時とかはこいつあの言ってもらえれば持っていくんで、もしなんか乗ってみたい人とかはぜひ僕が、はい、あの行くイベントとかであの声かけてもらえれば乗れます、はい、めちゃくちゃいいぞ、トルクエンデュールバイクやね。でこれも実はまあトルク1個前のトルクで、今ここにあるんが一番新しい現行のトルク、もう鹿島コートのな、めちゃくちゃいい、カーボンクランクにダンプイレブンでチタンのシャフトが入ってて、でカーボンリム、これインダストリーの、でハブももちろんインダストリーの690ノッチで、で SQ ラボ のサドルとハンドルも SQ、 グリップも SQ で、ブレーキはシマノっていう感じで、これ何キロか測ってみようか。そうですね、測ったことないんじゃないですか。結局みんな重量知りたいな知ってんで、何キロでしょう。10、いやでもトレイルバイクやから10、トレイルバイクじゃないよこれ。あ、そうか、エンデューロバイク 14.5。 14.5正解は14、ほぼ14。軽い、軽いよな。え、めっちゃ軽いっすね。めっちゃ軽いし、なんならトレイルバイクとあんま変わらん、あんま変わらん14です。14か。けど乗った感じはやっぱりなんかどっしり感、いい意味でこの安定感とかはやっぱりちょっとトレイルバイクにはない、へぇ、剛性感というか、なんていうのかな、あるねんけど、数字で見たらやっぱりパーツも軽いし、カーボンやからめちゃくちゃ思ったより軽いな。サイズはいくつなんですか。サイズこれね、 M サイズ。うーん、俺 M サイズが大好きで、ほんまやったら多分体的に L とか、まあ、XL とか、まあかなりでかい方の部類ではあんねんけど、なんかスピード出すよりトリックする方が好きやからさ、長いとさちょっとまあ多少やりづらい。そうですね、ステアとか登りやすいけど、なんかちょっと回転するとか小回り効くようにと思って、ここにあるのはもう基本全部やる、はい、あ、そうなんです。そうです。へー、ダウンヒルだけ L やったかな、ダウンヒルはさすがにそんなに少ない。そうですよね。そうだから基本の M、そうなんで、ちょっとワンサイズ下げて持ってます、はい、で、こいつが、まあ、一番乗ってるバイクやな、トライアルバイク。さっき見せた市販のバイクを、まあ、オリジナルの世界に1台のカスタムペイントしてもらったトライアルバイクですね。これ全部直筆で半紙に書いて名前を iPhone で写メ撮ってそれをキャニオンのデザイナーに送ったら、はい、ここにプリントアウトしてくれて、すげえな、めちゃめちゃ字うまい。でもこれトータル4時間ぐらいかかったもう死ぬほど100枚ぐらい西って書いて、でいい西が取れたら次100枚ぐらい久保って書いて、いい久保を取って結局、それでこの一発でやってこの4文字全部100点出せやんからさ。いや確かにね、そうそう、だからもうめちゃくちゃ時間かかったわ。いやでもかけなあかんすよね、一生残るから。これさ、めちゃくちゃぐちゃぐちゃのさ名前書いてたらささすがにカッコつかんね。そうっすよね。ああ、そうやったらもう内緒でお母さんにお願いするわだけど、ね、そこはもう自分で書かなあかんやろと思ったから書いて、でこれも円も自分で書いたいな。これも1時間ぐらいかかりましたね、はい
で、これもパーツスペックはもうさっきと同じで、ハンドル、コックピット系は全部S キュールで、ブレーキシマーのペダルがさっきと同じスタンプ11、クランクブラザーズのスタンプ11したんで、で、あと、あれ、タイヤコンチ。で、ハブアインダストリーみたいな。そんな感じですね。これ何キロか測ってみようじゃあ。そうですね。わお。9.8 キロ。え、軽っ。軽っ。めっちゃ軽いやん。10キロ切ってるストシャってなかなかないっす。ないよな。おお、軽いな。俺も久々測ったけど。9.8。おお、熱い。熱いなぁ。やっぱりカーボンフレームすごいわ。すごい。うん。鉄のフレームではこれちょっとなしやん数字やな。うん。すげえな。っていう感じっすかね。なるほど。このだからさ、スタンドマジでよくない？この重さ測れるトピングのスタンド。やっぱ工具もでもかけれるしさ。確かに。で、そう、あの自転車立ててるスタンドもトピークの。これめっちゃ立てやすくておすすめです。めっちゃいい。うん。ちなみにあれよ、こういう棚とか、うん、全部 DIY やから、自分で。え、そうなんですか。うん。全 DIY、で、この壁とかは元から壁あってんけど、それ勇気とかとみんなで塗って、うん、で、この窓とかもぶち抜いて自分で窓つけて、はいはいはい。で、この明かりもつけてましたね。あ、そう、この照明も電気工事をしたわけじゃなくて、まあコンセントつなぐだけの、まあ一応工事やねんけど、うん、全部ここ蛍光灯っぽく見えるのも、うん、自分でこう配線して、プロの電気工事はあれ資格がいるから、うん、コンセントつなぐだけでいけるやつにして、で、このラックとかも全部、マジ全部自分で作った、すごっ。すごい。昔からさ、もう俺自分で寝るベッドとか小学生の時とかは自分で作って、で、勉強机も自分で作って、全部自分の作ったやつで生活してて、だからもうそれが今生きてる。なるほど。完全にもう全て計算済みみたいな。そうそうです。なんか人生無駄なことないんやなと。うん。あの時はまさか、まあプロライダーになるとは思ってなかったけど、そこでこのスキルが生きてくるか。面白いな。いやー、すごいな、この感じ。なんか聞きたいことありますか？そうですね、なんかこのガレージで一番気に入ってる場所という。ああ、いい質問ですね。うん。どこに立ってるのが気持ちいいですか？ああ、基本この JBL で音楽流しながらソファに座ってレッドブル飲みながらこうチャリンコ見てるのが一番気持ちいい。うわー、もう最高っすね。これでも一生ここでなんか見てられるような。はいはいはい。で、あ、そう、このガレージを今後もっとさらにアップデートしようと思ってて、ここにスクリーンをさつけて、垂らして、はいはい、で、プロジェクターで映像を映して、で、ここでこの自分の作ったビデオとかをさ見れるようにしたらさ、めっちゃ良くない？あー、なるほど、うん、めっちゃいい。それを、そう、次ちょっと作ろうかなっていう感じ。そうなんだ。そう。へー、でも、めっちゃいいですね。なんかもう、まだまだいじれるとこいっぱいあるし、うん、壁も余ってるし、だからちょっとずつやろうかなみたいな。一気にやっちゃうと思んないんで、そうですね、なんかこういう怪我してるタイミングとかさ、ちょっと時間あるときに少しずつ友達の意見も聞きながらアップデートしていこうかなっていう感じかな。なるほど。うん。これあれ、コンプレッサーやねんけど、はい、この箱、防音箱で、自分で作ってんけど。自分でまた？これも自分で作って、これ箱に入れてる状態この音で、箱から出すと、うわー、やば、スポンジ、スポンジ全然ちゃう。そう、
これ結構おすすめよ。しかもちゃんとこの空気を吸い込む穴も作ってるから、うん、あの穴開いてる状態でもこれぐらいの音違うから、夜とかでも全然迷惑ならないし。そうっすよね。しかもなんかこっちの方がかっこいいっすね。なんかそう、ね、そう、ブラックボックス、ブラックボックスって感じで。あ、あともう一個面白いな、これ。窓、なんかおかしい。でも映る？なんすかこれ。これあれ、ブレーキのマスター。え？すごい。これ再利用してる。よくない？なるほど、めっちゃいい。やっぱ資源を無駄にしたらなんか、うん、お世話になったブレーキを最後まで使いたい。優しさ、うん、マジでこのスポンサーとかみんな応援してくれてるみんなのおかげでようやく夢見てたガレージにたどり着けたって感じで、うん、ありがとうございます。いえいえ、これもすごい。あ、だから友達とか招いて、うん、なんかパーティーとかいっぱいしたいな。まあ、いやーそうですね。いずれなんかスケパとかも作りたいなとか。ちょっとできてきてますけどね、これ。そう、これスケパの一部。基本あのフェイキーしかできんけど、大体みんなやるのはここから走ってきてフェイキーして。うん、あーって来てここで後頭部打つ。人殺しフェイキーラン。あーなるほど、確かに。そうそう、チャリ乗ったら結構、チャリ乗ったらね、マジで頭届くか。俺ですら今この状態やから、うん、チャリ間違ったらもう余裕で殺せる。ここになんかプラスドライバーとか置いてたらもう全員刺さってしまう。うわ怖っ。まだなんかアップデートしたらちょくちょく動画にしようと思うんですけど、聞きたいことあればぜひコメント欄で聞いてください。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。